シミューの試作基礎209ショートシミューは1950年代にイギリスで試作された環状体戦哨戒機である。エンジンにはターボプロップを採用し、軽量で安価な機体として開発された。しかし、防衛費削減により配備予定部隊が解体されたため、わずか19機の生産で終わってしまった。1950年に環状体戦哨戒機として、 フェアリーガネットの採用を決めたイギリス海軍は1951年に軽量でコストの安い対戦哨戒機の開発を開始した。1952年にショート車に対して試作発注が出され、原型第1号機は1953年8月に初飛行した。本機はアームストロングシドレーマンバターボプロップエンジンを装備した単発機だったが、 コックピットは視界を確保するため、機種全部ギリギリの位置に配置された。また対戦レーダーは、機種の真下に装備した。このため、機種の下部に車輪を格納することができず、降着装置は、お臨式を採用した。また、機体構造の簡素化や、重量軽減のため、固定客となっていた。主翼は、主客の外側の位置から折りたたむことが可能だった。武装は、 胴体以内に設けられた爆弾層に魚雷、爆雷等を搭載するほか主翼のパイロンにロケット弾や小型爆弾を装備することができた。1955年には生産型41機が海軍から発注され、生産型は海軍理由予備隊のグラマンアベンジャー紹介機と交代させる予定だった。同時に空軍からも 近距離紹介機として運用するための発注があった。しかし、翌1956年に最初の生産型が完成した頃には、空軍の本機に対する興味は薄れており、発注はキャンセルされてしまった。また、海軍でも1957年に防衛費削減のため RNVR が解体されてしまったため本機の配備先がなくなってしまい、生産は キャンセルされることになった。それまでの生産機数は19機で、この内海軍に納入されたのは、わずか7機であった。本機のキャンセルの理由としては防衛費削減の他に、飛行性能、特に安定性が悪く絶えず回収を続けていたことに、対して軍が不安感を抱いてしまったこともあると言われている。ありがとうございます。